メンメン、サオリ面公開会長、北村です。普段モデルをしております。よろしくお願いします。さて始まりました、ラーメンウォーカー YouTube の私の推し麺ということで、こちらですね、えいえい、ラーメンウォーカーキッチンさんにお邪魔しております。今回ご紹介させていただくラーメンはこちら、マダイラーメン麺魚さんのラーメンを食べさせていただきたいと思います。エビ 100% のスープを使ったラーメンということで、エビ尽くしのラーメン、まさに年始にふさわしいラーメンになっております。食べるのが楽しみです。今回のメニューはこんな感じ。油そばも美味しそうやなって思ったけど、今回は特製エビラーメンを注文。いただきます。まずはスープから。エビと岩塩のみで整えられたスープ、シンプルイズザベストとはまさにこのこと。お次は麺。極細麺は麺自体も香りでかいんです。そしてラーメン自体がエビの旨味と香ばしさを一気に味わうことができて、おいしい。鼻に抜けるエビの香りがたまらん。大ぶりガーリックシュリンプも旨味が詰まってる。このガーリックシュリンプで味変革命が起こって、一気にハワイアンな気分に。シャキッとした青菜もこのラーメンによく合う。麺魚さんといえば真空低温調理された桜チップを使用した燻製チャーシューなんですけど、タイラーメンでしかいただいたことはなかったんですけれど、エビラーメンにもすっごく合います。しかもチャーシューの量が見た目よりも多くて嬉しい。そして第2の味変アイテム、レモンを絞っていくよ。さてどんな味に変化してくれるのでしょうか。あ、なんとハワイアンから一気に東南アジアへ。まるでフォーを食べているかのような、でもラーメンなよなっていう不思議な感覚。特製エビラーメンにはプリプリのガーリックシュリンプが2尾入っております。もっと食べたいという方もいらっしゃるかと思います。でもご安心ください、エビ尽くしラーメンもあります。とにかくエビを楽しみたい方におすすめ。そしてこの一杯のラーメンにつき、なんと60尾分の甘エビの頭が使用されているんです。なんて贅沢なんでしょうと同時にうまいの渋滞です。黄身の硬さが黄金比の味玉、黄身にまで味が染みていて、これまた美味しかった。追加トッピングしてダブル味玉もありやね。ここまで触れてこなかったのですが、実はパクチーも入っているんです。得意ではない方はネギにも変更できるみたいです。残りの味玉、はあ、やっぱり美味しい。旨味たっぷりのスープを飲み干して簡易完食です。ごちそうさまでした。いただいてきました。ごちそうさまです。今回は特製をいただきました。なんとですね、エビと塩のみで作られているスープということで、エビがふんだんに使われているスープは贅沢極まりなかったです。そしてガーリックシュリンプもエビがプリプリで2個入っているんですけれども、贅沢でしたね。ぜひ頼んでみてください。最後にラーメンウォーカー YouTube のチャンネル登録と高評価はぜひよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあねー。